ぱい触られたりとかそういうのもあったりするわしづかみそれすごいねすごいですよね。アングル的になんか目線顔か胸かみたいな。今回は困った患者さんについて医者と看護師が話しましょう。あかねちゃん、今までこのチャンネルとかでも話してたように、うん、セクハラとかされたことって結構ある、うん、あーありますね。セクハラおさわりっていう感じですかね。実際に経験もされてるってこと？そうですね。その若い男性とかじゃないんですけど、ご年配の高齢者の男性。よく聞くわそれ。俺もその病棟で働いてた時に、はいはいはい、看護師さんからよく聞いてたと。どんなこと聞くんですか？ちょっと気の弱そうな看護師さん、気の弱そうがやっぱりなんか触られがちみたいなのを聞いたことあるかも。結構新人だったりとか入ったばっかりで、そうですね、なんかわからないような人が多いとか、なんかあの正式体とか拭いてる時にちょっとお尻触ったりとか、まあ、ちょうどなんか触りやすいっていうか、位置的にはベッドサイドと、まあ、腰ら辺って結構一緒の位置だったり、はい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 、低くてもやっぱりこう新衣交換とか、おむつ交換とかするときに、だいたいこう自分の腰ぐらいに合わせるんですよね。ベッドを上げて、はいはいはい、自分が腰痛くならないように。なるほど、ちょうど処置しやすいような感じでね。あと患者さんの体とか支えやすいようにするんですけど、ちょうどまあこう支えたときに、まあ、患者さんも捕まってくださいねって声かけるんですけど、その時に腰じゃなくてお尻の方とかまあ捕まりやすいんだろうなと思う。ね、それ結構ポジティブな捉え方ですね。あのわざとじゃないんだろうなって思っちゃうんですよ。ああそうなんだ。どうするのその時された時、あのいやでもこうやって捕まるとこなくてお尻に行っちゃってんのかなっていう人は何も言わないです。へえ。でもなんかこうなんかそわそわってやってたら、うわこれ絶対狙ってやってるって思うと、それは確信犯だもんね。はい、なんて言うの。いやでもなんかちょっと笑いながら言っちゃいます。あなるほどね、なんかガチで言えなくって。あそれはまああかねちゃんの性格的なところもあるんだろうね。ちょっとダメですよみたいな。いやでもそのそういう行為をされて怖いっていう気持ちではないんですよね。やっぱり怖いまで行くと誰かに相談したりとか言い方とかもちょっときつめになったりとかすると思うんですけど、本当に怖かったら確かにまあ市長さんとかに相談するってことになるのか。でも大体そのカルテとかにあのそういうことがありましたっていうのは書かれてるんですけどね。なるほどね。そっかそっかそっか、それは覚えといた方がいいかもね。覚えといた方がいいです。だからもう病院で共有されるってことでしょ。もうすごい拡散力がすごいです、ナースたちの。だってそうしたらブラックリストになるし、下手したら出禁とかになる可能性もあるんじゃない。確かに退院して入院してきた時にその情報がもう残ってるので、あの主任クラスの先輩とかが対応することが多くなったりとか、はい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 、はい、するかもしれないです。1年目の子にはあんまり回さないとか。なるほど。今後ね、だって本当にすごいもうプログレム、そのすごい重大なあれになったら、あの多分本当にできんというか入院できないみたいなこともあるかもしれない。確かに。でもセクハラもね、私は経験したのはそれぐらいなんですけど、場合によっては本当にこう夜勤とかが怖いってよく聞くんですよ。回る時とかなんかその時にちょっと看護師さんって呼ばれて怖いことがあったとかって聞いたりもするので。その胸的なおっぱい触られたりとかそういうのもあったりですよ。先輩から聞いたんですけど、なんかわしづかみ、それすごいねすごいですよね。もう直じゃんそれ。でもその先輩も怒らないくって、何してんだよみたいな、なんかあの笑いながら、はい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 、何してんのみたいな、へーみたいな。すごい、それもそれですごいね。男気があるような看護師さんだったから、なんかうまくこうダメでしょみたいな注意しながらも、なんか患者さんもこう嫌な感じにさせないというか。なるほどね。本当に嫌な時はね、もちろんこう言ったりするだろうしね、うん、そうですね。ドクターとかにあんまりしてるイメージないよ、ね、あそうですよね。シュンピーさんとか経験したことあります？いや俺はないわ俺はないわ、うん、これ看護師さんかな聞くことは。ああちょっと ね、そこは選んでるかもしれないよね。ああ、まあでも距離が近いっていうのもありますよね。まあ、実際にね、こういろいろ見てこう、うん、バイタル測ったりとか、うんうんうん、問診とかするのは看護師さんが多いもんね、うん、アングル的になんか患者さんからすると見上げるような感じだと、こう目線顔か胸かみたいなところもあるのかな、うん、確かに。なんか若い時よりなんか年取った方がなんかどうでもいいやって気持ちになるような気がするんだよね。あいやなんかもう最悪怒られてもいいかなっていう。多分そういう感じ
じだと思います、うん、なんか最悪も別になんか後先ないし、あ、でもそうやって言ってる方いました。もう、もう先が短いんだからこれぐらい楽しみがないんだからって言われた後、それまで最悪だけどね、何も言えなくなっちゃう。まあでも最低だけどね、それは。俺はなんか看護師さんから聞いたのは、患者さんっていうか患者さんがおじいちゃんで高齢の方で、そこにお見舞いに来てた息子さん40代ぐらいの人が、看護師さんがいてなんか処置とかしてる時にキュンキスされたって言ってた。口に。怖いですね。めっちゃやばいよそれ。それは怖いですね、うん、どうしよう、固まると思います。なんか一瞬何が起こったか分からない、うん、その人は報告して、いやそうですよね、なんか問題になったけど。あとね、もう一人、あの研修の時になんか今検査について行った時に、はい、その検査してる患者さんが、はい、あの看護師さんが技師さんかな、検査技師さんかなんかの、はいはい、なんかお尻かなんか触ってなんか注意されてて、じゃあやめてくださいみたいな注意されて、いやー俺チックだから触っちゃうんだよねみたいな話してて、それちょっとやだ。そうだよね、なんかそれ嫌ですね。病気を盾にしてるっていうか、まあ、それは別にその人はそのチックとかではなくての方なんだけど、はいはいはい、ちょっとその言い訳は違いますよね、うん、それは違うな。で逆にそれ言われたらなんか言えないし、こっちも、うん、その本当に、ね、病気持ってる人にも失礼ですよね。そうそうそう、失礼になるし、はい、それは本当に困ったっていうか、まあちょっとありえない患者さんかなっていう。いやー確かにそれはちょっと今話してて思い出したっていうのはあるかも。かねちゃんなんかそうだよね、もともとその肝臓専門の病院だっけ、肝臓専門、毎日やってました。毎日肝臓する病院だったからさ、はい、まあ、それは結構なんかね、ありそう、まあセクハラとか多いだろうね、確かに。肝臓して例えばなんか気持ちいいとかそういうのはないの、その言葉のセクハラみたいな、それ性的なのを連想させるセクハラ。ああでもそのちょっと気持ちよくさせてよみたいなあるんだそういうのありますね。へー、まあそういうことも言われるんだね、はい、うん、まあだからそういういろんな困った患者さんっているけど、まあやっぱり特にこの女性目線だったりとかすると、うん、そのセクハラしてくる患者さんとかっていうのは本当にまあなんとかしてほしいですよね。そうですね、本当になかなかね、うん、まあ言えなかったりするし、うん、まあ、本当恐怖を感じる時もありますからね。そうですよね、なんかお仕事をしに来てるから、うんうん、なんかそういうなんかもう性のはけ口じゃないですけど、うん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 、なんか真剣に頑張ってるナースをちょっと温かい目で見守ってほしいですよね、はいはいはい、逆に頑張ってって言ってもらえたら嬉しいなって思います。そうだよね、確かに、うん、それぐらいの気持ちでいてくれるとね、うん、まあ、逆にいい関係っていうのを築けるかもしれないし、うんうん、ちょっと温かい目で見るようにしてください、はい、ということでこの動画が良ければ高評価お願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回、せーの、出発。